はい、皆さんこんにちは、えーと。遺伝子工学の授業ですけれども、えー、このビデオが、えー、最後の、えー、ビデオとなります、えー。成績入力の期間の都合で、えー、とこのビデオを、えー、視聴した後に提出する課題の、えー、期限ですけれども、えー、6月の8日の月曜日いつもは、えー、水曜日の23時 いうふうにしていたと思いますけれども、えー、と6月8日月曜日の23時までに課題の提出をヌードルの方にお願いしますまた遺伝子工学の成績評価については試験は実施しないことにしました皆さんがこれまで提出した えー、レポートに基づいて、えー、評価をするということにいたします。では、えー、と今日は、えー、DNA の塩基配列の決定の方法について、えー、お話をします、えー。初めにこの授業では、えー、制限構想で切断した DNA 断片を、えー、プラスミッドベクターに、えー、結合させて バクテリアの中で増やすいわゆる DNA クローニングを通じて同じ DNA 断片をたくさん作るという方法をお話をしました。その後に PCR という方法を使って特定のゲノム領域を増やすという方法をお話をしました。PCR 方法では非常に短時間で特定の DNA 断片を えー、大量に増やすことができる、えー。DNA クローニングでも、えー、PCR でも、えー、同じ DNA 断片がたくさんあれば、えー、それを材料にして塩基配列を、えー、決定することができます、えー。およそ1マイクログラムぐらいの、えー、同じ塩基配列を持つ えー、DNA 断片があればその配列を決定することができます。えー、今日はその方法についてお話を、えー、します。えっと、まずサンガー法についてお話をします。サンガー法、えー、イギリスの研究者であるサンガーが 開発した方法ですのでサンガー法と呼ばれたりまた用いられる主薬大デオキシの大デオキシデオキシ NTP というのを用いるので大デオキシ DNA シンクエ,シークエンシング法と呼ばれたりしますサンガーはイギリスの生物学者ではなくて有機合成反応の科学者 通常 DNA 合成に用いられる塩基はデオキシの ATPTTPGTPCTP というふうに書いてありますけれどもこれらを合わせてデオキシの NTP というふうに書くことが多いです糖がデオキシなので2 OH には o 2ダッシュには OH がなくて3ダッシュにのみ OH があるというのが DNA に DNA 合成に用いられる、えー、塩基デオキシサンリン酸の、えー、特徴でしたそれに対して、えー、DNA の塩基配列の決定では大デオキシ NTP というのが用いられます えー、Dd と書いて大デオキシと、えー、読むことが多いです、えー。先ほどあった三ダッシュの OH がない。えー、と RNA に使われる、えー、拡散は二ダッシュ OH 三ダッシュ OH。い一、OH、つ二ダッシュの OH がないからデオキシ。えー、ここでは二ダッシュの OH と三ダッシュの OH 両方がないので大デオキシと呼ばれる。 えー、延期です、えー、これを用いることによって、えー、DNA の塩基配列がを、えー、決定することができます、えー、DNA のあー合成反応で例えば大デオキシの ATP は、えー、取り込まれることができます、えー、伸びつつある、えー、DNA の3ダシマタンに 3ダッシュマッタンの OH と、えー、5ダッシュマッタンの、えー、三リン酸が結合する。要するに有機結合ができる。取り込まれることによって1塩基伸びることができます。だから大デオキシであっても、えー、取り込まれてフォスフォジエステル結合を、えー、形成することができます。ところがこれが取り込まれた後に。 この三ダシュマッタンには OH がありませんからさらに新しい塩基とつながるということはできません。ということで大電、えー、キシの NTP は取り込まれてそれ自身は三ダシュマッタンと、えー、フォスフォージエステル結合を作ることができるんだけれども、えー、自分自身の三ダシュマッタンには OH がないので、えー、新たな塩基がそこに付け加わると。 そういう性質を持った塩基だということになります。えー、大デオキシの NTP は DNA 合成反応において、えー、取り組まれることはできるんだけれども、えー、その次に、えー、塩基を取り込んでフォスフォー GSL 結合を作れないので、えー、この塩基を取り込むとそこで、えー、DNA の合成反応、えー、サンナシマッタンの伸長反応は えー、停止するということになります。えー、とこの反応をうまく利用すれば、異、えー、型 DNA の塩基配列を、えー、決定することができます。えー、まず、異、えー、型一本差 DNA を、えー、用意します。えー、PCR、あるいは、えー、クローニングされた DNA は二本差 DNA ですが、えー、熱を加える ることによって一本鎖 DNA に、えー、変換することができます。というので異型 DNA として一本鎖 DNA 同じ配列を持つ、えー、一本鎖 DNA を、えー、用意します、えー。それからその一本鎖 DNA の、えー、末端に、えー、アニーリングできるような、えー、プライマーをご用意します。 この末端については DNA の塩基配列が知られていますからそれにアニールできるような短い16塩基から20塩基ぐらいのプライマーを用意します例えばこの鋳型 DNA が PCR によって用意されたものなら PCR に使われたプライマーはそのまま塩基配列を決定するための えー、プライマーとして、えー、使うことができます。えー、それから、えー、DNA 合成の原材料であるデオキシの NTP ですね、デオキシの ATP、GTP、CTP、えー、デオキシの TTP を、えー、用意します。えっと、鋳、e、型があって、えー、鋳、e、型にアンニーにすることができる、えー、プライマーがあって、 原材料があって、えー、DNA ポリメレスがあればこれが試験管の中に入っていれば、えー、プライマーの酸ナしマッタンが伸長するという DNA 合成反応は、えー、試験管の中で起きます、えー、ただし、えー、それだけでは延期配列はうまく決定できませんのでこの場合は先ほどお話した大デオキシの ATP GTP、CTP、TTP というのを、えー、混ぜて、えー、DNA の伸長反応をさせるということになります。えっと、まず、鋳、えー e、型 DNA において、市、えー、民がある位置を決定するような えー、DNA の塩基、えー、配列を決める方法というのをお話をします。えっ、ー、と、チミンの A 型、一本斎型 DNA において、チミンのある位置を決定したいという化学反応では、反応液の中に大デオキシの ATP、えー、ここでは記号スモール A で示しますけれども、大デオキシの ATP を、えー、デオキシの えー、通常の NTP の他に、えー、加えます。あとは同じで DNA ポリメレース、プライマー、えー、それから一本差 DNA を、えー、加えていきます。一、えー、本差 DNA にプライマーをアニーリングさせて、えー、試験管の中で、えー、サンダシマッタンからの DNA 伸長反応を行わせますと一、えー、番目の鋳、e、型は アデリンですから、チミンが、えー、取り込まれます。次の鋳型、えー、はチミンなので、デオキシの ATP がと、ま、取り込まれたり、あるいは大デオキシの ATP が、えー、取り込まれたりします。デオキシの ATP が取り込まれた場合は、えー、次の塩基を取り込むことができますが、 大量基子の ATP が取り込まれた場合は、えー、そこで、えー、DNA の合成反応は、えー、停止してしまいます、えー、試験管の中では同じ鋳型がたくさんありその鋳型には同じプライマーが、えー、たくさん入っていますということである一分子については鋳、えー、型チミンに対して大量基子のアデニンが取り込まれた という,ふうな産物もできます。ところが大デオキシのアデニンではなくて、えー、普通のデオキシの ATP を取り込んだという産物も、えー、たくさんできることになります、えー、ここでは大デオキシのアデニンを取り込んだものが一部できて、えー、それについては、えー、それ以上 DNA 合成反応が、えー、進まないというのでプライマープラス二塩基で えー、合成反応が停止したような産物ができるということを示しています。えー、ここで普通のアデニンを取り込んだものについては次の鋳型がグアニンですからシトシ,シトシン、シトシン、シトシン、シトシンというふうに取り組まれていって次、えー、ここに鋳型の DNA にチミンがあります。えー、チミンですので、えー、大デオ基シのアデニンが 取り込まれるあるいは普通のデオキシのアデニンが取り込まれるということになります。先ほどと同じで大デオキシのアデニンを取り込んだ分子はそこで DNA 合成反応が停止しますがここで普通のデオキシの ATP を取り込んだものについてはその後も DNA 合成反応は浸をしていくことになります。というふうに 鋳型、えー、ポ本差の中に市民があると場合にのみ、えー、大量汽車の、えー、ATP が取り込まれるような反応が起こるので、えー、そこで、えー、合成反応が停止したような産物が、えー、得られるということになります。というので、えー、っとこういう えー、合成反応が停止したような産物を調べれば鋳型 DNA のチミンがある位置が、えー、プライマーの下流何ベースぐらいに、えー、チミンのが存在したかということがわかります。えー、っとプライマープラス2塩基で合成反応が止まったプライマープラス7塩基で合成反応が止まった。 プライマープラス9塩基で合成反応が止まったような産物があるということはどうしてプライマープラス2塩基で合成反応が止まったかというと鋳型にチミンがあってそのチミンに対応して大デオキシのアデニンが取り組まれたから止まった。どうしてプライマープラス7塩基で合成反応が止まったような産物があるのかといえば鋳型 DNA のプライマーから7塩基目に ちみ、えー、があったので大デオキシのアデニンを取り込んだというふうに、えー、解析することができます。つまり、えー、合成反応が停止した DNA 合成の産物がプライマープラス難塩基かということを調べていけば、えー、元の鋳、e、型 DNA の、えー、配列を、えー、決定することができます。 えー、ここでは、えー、新潟のチミンが何円基面に出てくるのかという話をしましたけれども同じ反応を、えー、全ての、えー、大デオキのチミンだけではなくて、えー、新潟にグアニンが何円基面に出てくるのかヒトシンが何円基面に出てくるのか。 えー、出てくるのかと、えー、チビンが、えー、アデニンが何塩基面に出てくるのかという反応を、えー、やれば、つまり4種類の反応をやれば、この塩基配列を決定することができるということになります。えー、ですから、えーっと、4つの反応でワンセットということになります。えー、PCR で作った DNA 断片に対して、 4つのチューブ1234という4つのチューブで反応していきます1番目のチューブには、えー、大デオキシの n t p の他に大デオキシの、えー、ATP が入っていますということはこれ先ほどお話したようにチミンのある位置が決定できます2番目の反応液の中では、えー、大デオキシの GTP が入っていますから えー、シトシンのあるる位置がが決定すすことができます3つ目の、えー、試験管の中には、えー、デオキシの NTP のほかに、えー、大デオキシの CTP が入っていますので、えー、グアニンのある位置を決定することができる、えー、4番目の試験管の中には大、えー、デオキシの NTP のほかに大、えー、デオキシの TTP が入っていますので鋳型、えー、でアデニンがある位置を決定することができると。 いうことになりますそれで4つの反応で DNA の伸長反応をした後産物を分けるために電気栄動にかけます。1塩基違いの産物が分けられるようにするためにはポリアクリラミドのゲルに産物を流して えー、それを解析しますでこれが、えー、電気動が終わった後のの、えー、産物のパターンです、えー、DNA は、えー、マイナスに帯電していますからこちら側をプラスこちら側をマイナスとすれば DNA は、えー、大きさの違いに従ってポリアクリルアミドのゲルの中で、えー、分離されます。 えー、ここにある一番遠くまで流れた、えー、DNA 断片はプライマープラス1塩基の産物この位置に、えー、できる産物はプライマープラス2塩基ここにできる産物はプライマープラス3塩基ここはプライマープラス4塩基というように上に行くほど1塩基ずつ、えー、産物の長さは、えー、長くなっていきます、えー、っとこのゲルのパターンを読みますと 大、えー、オキ子の、えー、T を入れた反応の産物がここですね。で、これが大オキ子の C を入れた反応、大オキ子の G を入れた反応、大オキ子の A を入れた反応の産物が、えー、それぞれこの中に、このベルの中に、えー、ロードされています、えー。一番短い産物、プライマープラス1塩基という一番短い、えー、DNA 合成の産物は、 大電気シの T を含んだような反応液から得られました。ということで、えー、大電気脂、一塩基大電気脂の T を取り込んだ反応があるということですから、えー、これプライマーですね、えー。プライマーから合成反応を始めて大電気シの T を取り込むことによって、 止まった DNA 産物が一番短いということは鋳、e、型で言えばそこにアデニンがあったからだということになります、えー、次の産物次に短い産物は、えー、プライマープラス二塩基で合成反応が止まったような、えー、反応物が現れ,現れますそれは、えー、C 大抵置脂のシトシンを含むような、えー 試験管の中で行った合成反応からプライマープラス2塩基の産物が現れています。ということはプライマープラス2塩基目に大量子のシトシンを取り込んで,で止まったということは鋳型で言えばそ,その対応するところにグアニンがあったということになります。えー、次に、えー、大きな産物はプライマープラス3塩基目。 の産物ですがそれはダイデオキシのグアニンを、えー、含むような反応液から、えー、現れています。ということでプライマープラス3塩基目としてダイデオキシのグアニンを取り込んだ産物があるそれは鋳、e、型 DNA にシトシンがあったからだというふうにわかります。というふうに、えー、このパターンを下から順番に読んでいけば、えー、これが合成産物ですね。 その異、e、型 DNA の配列は何であったのかということを決定することができます。というふうに、えー、4つの試験管での、えー、反応物をポリアクリラミドのゲルにかけて、えー、産物を、えー、1塩基違いで分ける、えー。どの反応液には、えー、プライマープラス、えー、何塩基目に えー、反応物が出ているかというのを読んでいくことによって塩基、えー、配列を決定していくことができます、えー、この反応が酸化、えー、法あるいは、えー、大量基子法と呼ばれる、えー、決定方法です、えー、っとこれが確立された後もう少し、えー、工夫が、えー、されて、えー、反応が効率化 されるようになりました、えっと、さっきの説明ですと必ず4つの反応でワンセットということでしたけれども大、えっと、デオキシの NTP にそれぞれ傾向をつけて色分けするということでワンチューブ反応が可能になりました例えば大デオキシの ATP には赤い傾向 大デオキシの GTP には青い傾向、えー、大デオキシの CTP には黄色の傾向大デオキシの、えー、TTP には緑色の傾向を、えー、つけておきますでデオキシの NTP にはあの傾向はありませんでこういうふうな、えー、大デオキシの塩基は傾向ラベルされるということなら一本の試験管の中に 鋳型 DNA と、えー、こういうデオキシ大デオキシの、えー、ミスシャーと、えー、DNA 合成液とプライマーを入れて、えー、合成反応すれば、えー、ワンチューブで済みますえー、っとこれはそのワンチューブでできた、えー、反応物を一塩基の大きさ違いで、えー、ポリアクリルアミドのゲルで流したものです、えー、一番短い産物 プライマープラス1塩基の産物の傾向を見るとそれは青い傾向を持っていたということから大デオキシの GDP が取り込まれたものがプライマープラス1である次に大きなものプライマープラス2塩基のものは赤い傾向を持っていたということからそれは大デオキシの ATP を取り込んだということがわかりますプライマープラス3塩基の合成産物も 赤い傾向ですから、それは大イオキシのアデニンを取り込んだんだということがわかります。えー、どの大イオキシを取り込んで止まったということがわかれば、えー、対応する位置にある塩基はわ、えー、かります。ということで、えー、ダイデオキシの LTP が傾向ラベルしてされていない場合には四つの反応チューブ、 が必要でしたけれども、えー、大栄養基地の NTP が傾向、えー、ラベルされていれば傾向、えー、の違いから何が取り組まれたか,かがわかりますので1本の、えー、試験管の中の反応で進むというふうに反応が簡略化できることになりました、えー、さらにその DNA 合成産物の えー、を自動的に、えー、読み取るという、えー、機械が、えー、作られましたいわゆる DNA シークエンサーですね今までお話してきたことは、えー、人間が目で、えー、蛍光の、えー、色と、えー、その蛍光を含む DNA 断片の大きさを目で追っていくということでしたけれども、えー、それを 自動化するということで DNA シークエンサーが作られました。それを簡単にお話をします。キャピラリーって言いますけれども、それは非常に軽の小さなガラス管のことをキャピラリーと言います。そのキャピラリーの中にポリアクリラミドのゲルを流し込んで固めます。ここに えー、DNA 合成反応された主役を反応後の主役をロードします。えー、先ほどと同じように大デオキシの NTP はそれぞれ、えー、違う色で、えー、傾向標識されています。というので、えー、ここに反応後のシサンプルを載せますと、えー、それは電気エイドにより、えー、こちら側に移動していきます。 その時にこここを通る時、えー、これ一番末端で、えー、ここは多すぎるともう出てしまうんですけれども、えー、キャピラリーの末端近くにレーザーとその、えー、傾向を読み取るための、えー、受光器をつなげておいて、えー、受光器が読み取ったシグナルを、えー、パソコン上に、えー、保存するというようなシステムを作ります。 えー、そうすると、えー、プライマープラス1番目の産物が最も早く、えー、ここを通過することになります。だから一番初めに出てきた産物に対してレーザーを当てることによって、えー、蛍光を、えー、発色させてそれを軸光きで読み取って何色だったかを、えー、パソコンに記憶させる。で次に、えー、とここを通るのは えー、プライマープラス2円決めで反応が、えー、止まったような、えー、DNA 産物がここを通過することになります。その時にプライマープラス2円決めの産物は、えー、どういう傾向を持っていたかというのが、えー、ここを通過する時に読み取られるということになります。えー、とこういうシステムなら、えー、反応物の、えー、解析が を自動化するこ,とができますこれがいわゆる DNA シークエンサーということになります。これが実際に DNA シークエンサーで読み取られたデータです。ここで言いますと赤ですから赤い傾向を持った DNA 産物が出てきましたよと。 いうのでこれ、えー、その読み取り部分に DNA 産物が現れ始めて、えー、翌日だから時間ですけれども、えー、そ,そこを非常にたくさんの分子が通って通り終わった次もう一延期、えー、長い産物が、えー、その読み取り部分にを通過し始めて、えー、とそういう分子が一番たくさんあってそこを通過しました。 ほぼ全部通過しし始めましたよと次に流れてきた DNA 産物は今度は赤の傾向ではなくて緑の傾向を持った分子が読み取り機の部分を,を通過し始めて全部の分子がそこを通過し始めましたよというふうに読み取り機の部分をどういう傾向を持った DNA 分子が流れてきたかをこういうふうに 読み取ると横軸が時間に対して縦軸が読み取られた蛍光強度とその蛍光の色ということになります。でこういう波形のデータがいられます。というのでここでは赤い蛍光がチミン緑がレデニンブルーがヒトシングアニンが黒というふうになっていますから。 チミン、チミン、チミン、アデニン、シトシン、アデニン、シトシン、グアニン、シトシンというふうに、えー、こ,この波形を読み取った、えー、データ、結果が、えー、上部に、えー、示されています。で、これは、えー、っと、だから例えば、えー、っと、ここで言いますと、チミンはプライマープラス5十 9円期目の産物として出てきた。グアニンをは、えー、60番目に出てきて、えー、61番目は青い傾向を持ったヒトシンを持ったものが出てきたというふうになるんですが次、えーと。どんどん先に進んできいきますとパターンがこういうふうになります。えー、と例えば460番目は、えー、ブルーですから。 ヒトシンを持った産物が流れ始めてきて全部流れで終わったよと次、えー、461番目もブルーですからヒトシンを持ったものが来て、えー、ピークが来て、えー、全部出ちゃったよというふうになるんですが先ほどのものと比べて分離が、えー、悪くなります。山自体が低くなるというのもあるんですが非常に分離が悪くなります。 460番目の産物と461番目の産物462番目の産物がうまく分離されていないのでこの山の切れ込みですね谷の部分が非常に小さくなっていくというのが、えー、分かります例えばこの部分ですと谷の部分が小さい山と谷がはっきりしないのでここでは一応機械はコンピューターは ヒトシンが来て、ヒトシンが来て、ヒトシンが来たんだよというふうに読み取ってありますが、ここのピークが小さいために本当にヒトシン、ヒトシン、ヒトシンと来たのか、ヒトシンという分子が来て、次のヒトシンが来て、ヒトシンは3つではなくて、2延期だったのかもしれません。というふうに、えー、次第に、えー、データとしては、えー、曖昧さが を含むよううななデータというふうになってきます、えー、とこれが実際のチャートなんです。えー、とこれ初めの方小さな DNA 産物から始まって、えー、だんだん大きな DNA 産物になっていきます。でこの辺は、えー、問題なく読み取れるんですけれども、えー、この辺にまでいきますと、えー、だんだん、えー、分離が悪い。 分離しなければなりませんからそれの分離が悪くてデータとすると信用でき,できないということになります。ですから分離ということで言えばプライマープラス800塩基の産物とプライマープラス801塩基の産物これを分離するのが多分ギリギリの分解能で1000塩基の産物と1001塩基の産物 それは1塩基違いですけれども非常に分離は難しくなります50塩基プラス50塩基の産物と51塩基の産物は1塩基違いです1000円と1001塩基の違いは1塩基ですただし全体の長さに占める1塩基の割合が違うので全体の長さが非常に大きくなると1塩基違いの えー、産物を分離するのが難しくなって、えー、データとすると信用できないということで、えー、いわゆるンガ法によって得られた産物を、えー、DNA シークエンサーにかけた場合あるいは、えー、人が手でゲル電気エ動した場合も同じですが大体、えー、いいプライマーから800円期程度の、えー、データについては 99.9%、えー、ぐらいの信用度のデータが取れますがそれを超えると、えー、分離濃度限界から、えー、曖昧さが多くて使い物にならないということになります。ということで酸、えー、画法では大体1回の反応で800円期程度を読み取ることができるというのが現状になります。 ということから、えー、例えば今、ある遺伝子を PCR で増やしたと、えー。その全体の長さは3全塩基調からなっていたという、この PCR 産物の、えー、塩基配列を決める。じゃあどうすればいいのかというお話をします。えー、PCR 産物がここにあります。えー、と初めの塩基配列は、PCR に使ったプライマーをンガ、えー、法の えー、DNA 合成のプライマーとして、えー、使えばよくて800塩基程度の塩基配列が得られます。次は、えー、得られた800塩基のこの末端の配列を、えー、使ってプライマーを合成して、えー、これを鋳型として、えー、塩,基は塩基配列を決める反応をやればあと800万に進むことができます。で ここの配列をもとにして、えー、新たなプライマーを作って、えー、DNA 合成反応をやればあと800前に進むということで、えー、800×4 でだいたい、えー、3200塩基、オーバーラップ部分がありますから4回のこう尺取り虫みたいな PC 反応をすればそれで全体を組み上げれば、えー、3000塩基からなる全体の遺伝子について えー、配列を得ることができます、えー、オーバーラップをさせながら800円機の、えー、と配列情報をつなぎ合わせて、えー、全体の配列を得るというやり方をします。ヒ、え、ト、ー、ゲノム計画は1990年に始まって、えー、2000年にほぼ、えー、データの、えー、取得を終わりました。 えー、それで一応ヒトゲノムは決まったわけですが、えー、このヒトゲノム配列、えー、30億円規あるヒトのゲノム配列はこういう三、えー、画法に、えー、よって、えー、決められました、えー、とただその10年間のヒトゲノム配列を、えー、決めるという期間にも と効率よくゲノム配列を決めるような方法 DNA の塩基配列を決める方法はないのかというふうに技術が模索されて新しいシークエンス方法というのが確立されましたそれについてもうお話をしていきますそれはいわゆる次世代シークエンサー これを利用した配列の決定というのがシトゲノム配列を決める途中の技術革新としてもたらされました、えー、と次世代シークエンサーを使えばメリットとして大量の DNA 配列データを短期間で得ることができます えー、操作はほぼ完全自動化、えー、されています、えー。デメリットとすると、えー、一反応で、えー、決定できる DNA の配列症は、酸、え、化、ー、法ですと約800塩期ということをお話しましたが、およそそれが200塩期長程度と短いんですね。それから 酸化、えー、法ですと99.9%、えー、ぐらいの精度で、えー、DNA の塩基配列を決めることができますけれども次世代シークエンサーを使って生まれたデータは、えー、1%程度のエラーが含まれています。えー、100塩基の配列を得ると100塩基のうち1塩基は、えー、間違いであるというぐらいの確率で、えー、データにエラーが含まれているということが分かっています。 それから機械そのものあるいは試薬が非常に効果であるというのがデメリットです。で、えー、とシークエンス法の特徴とすると,、えー、と DNA 合成産物を長さによって分離しないと。酸化法では1塩基違いによって分離をしなければなりませんでした。えー、そのの分離の限界が 800塩期と801塩期ぐらいなのでっていう話でした。それから、えー、大デオキシの NTP はここでは用いられません。えー、もう一つそれから、えー、とこれは一度にたくさんの鋳型 DNA の配列を、えー、同時進行的に行うことができます。まあ、だからからそうなので同時並列で行うから 結果的には列の大量の、まあ、DNA 配列が得られるただしたくさんのものを並列的に決められるんだけれども一個一個の配列は200円期程度で短いしかもエラーが多いというのが、えー、次世代シークエンサーの特徴ですこれをもう少し、えー、と詳しくお話をします、えー 次世代シークエンサーを使った例えばゲノム配列の決定方法です。えー、まず、えー、DNA ライブラリーを、えー、調整します。えー、ライブラリーっていう概念についてはもうすでに、えー、クローニングのところで皆さんにはお話をしました。えー、例えば、えー、人のゲノムを決めたいと、次世代シークエンサーを使って今決めたいというのであれば、えー、ゲノム DNA が大体い 1マイログラムぐらいあれば十分ですこのゲノム DNA を超音波によって数百ベースの長さに切断します超音波で切断超音波で機械的な切断をしますのでどこで切れるかは全くランダムな切断となります DNA クローニングの場合には えー、ゲノムに対していつも同じところで切れたような DNA 断片を用意するために機械的な切断ではなくて、えー、制限構想を使って、えー、特定の場所で切るということを行いましたところが、えー、次世代シークエンサーを使う場合には制限構想ではなくて、えー、わざと、えー、超音波処理みたいな 機械的にしかもランダムに DNA が切断されるというふうな切断方法をとります切断された数百塩基調の DNA 断片に対して2つの異なるアダプターをライゲーションで結合させていきますたくさんできた DNA 断片に対して えー、こちら側とこちら側に、えー、決まった塩基配列を持つ、えー、アダプターを、えー、ライゲーション反応で、えー、結合させていきます。こういうふうにアダプターの1番とアダプターの2番を結合されたヒト、えー、ゲノムの DNA 断片をフローセルと呼ばれる、えー、ガラス基板の上に付着させていきます。えー 詳細は省きますけれども、このフローセルの上で付着した DNA を、ガラス反応の上で PCR 反応を行わせて、ここにある DNA をたくさん増やす、ここにある DNA をたくさん増やす、ここにある DNA を,をたくさん増やすという形で、その場所で PCR 反応を行うことによって、ある特定の場所に PCR 産物が付着していると。 いう、えー、状態を作り上げます。えー、フローセルの上で DNA 断片を、えー、PCR 反応で、えー、増幅させたというのがこの図になります。えー、っと一つのフローセル大きさとすると,、えー、っと顕微鏡観察で用いられるスライドガラスぐらいですから 1cm×5cm ぐらいの大きさなんですけれどもその、えー、ガラス基板のフローセルの上には えと3000万から1億個ぐらいの PCR で増やされた産物が貼、えー、り付いているという状況を、えー、作ることができます。だから、えー、一つのフローセルの上で、非常にたくさんの、えー、PCR で増やされた、えー、ある種のクローンですね、クローン DNA が貼、えー、り付いているということになります。次。 えとこれ一つのフローセルの上で増やされた PCR 産物のうちの一分子だと思ってください。このフローセルの上で増やされた1本差の PCR 産物の塩基配列を決定する方法というのを今から簡単にお話をいたします。 えとこれは、えー、アダプター、えっ、ー、と、ランダムに切ったあと2つのアダプターを付着させましたね。その2つの、えー、アダプターのうちの、えー、片方ですね。その片方にアニーリングできるような、えー、プライマーを、えー、入れて、まずは付着させます。アダプターの延期配列は知っていますから、えー、そのアダプターの一方に、 付着,され付着することができる配列を持った、えー、プライマーを合成してアニールさせるというのが、えー、ここまでです、えー、次に、えー、DNA 合成反応 DNA 伸長反応を行わせますこのプライマーから1延期、えー、DNA を、えー、取り組ませるという反応、えー、ここではその一回の DNA 合成反応をさせることをワン、えー、サイクルと というふうふに呼びます、えー。ワンサイクルの DNA 反応には、えー、とデオキシの ATP デオキシの GTP デオキシの CTP デオキシの TTP を、えー、用いて DNA ポリメースを入れて合成反応をさせますでこの時に、えー、と先ほどと同じように、えー、各デオキシの NTP は傾向で違う色でラベルされています ところが、この反応ではすべ、えー、て、えー、デオキシの NTP であって、えー、大デオキシは、えー、含まれていません。でも,もう一つの特徴は、えー、このデオキシの NTP は、えー、保護器というのがついていて自分自身は取り込まれるんだけれども、えー、保護器がはず外されない限り、えー、自分自身は取り込まれて えー、一旦反応は終了する。で、保護器を、えー、外してやると、えー、次の塩基がそこに付着することができる。ということで、1回の合成反応では1塩基しか、えー、取り込まれない。で、保護器を外してやると、えー、次の塩基が、えー、付着することができるというシステムにな,になっています。今、E 型が G ですから、1回目のは、 反応としてデオキシの NTP を入れて合成反応させるとデオキシの CTP だけがここに取り込まれます。デオキシの CTP は赤い蛍光色素を持っているのでそれをカメラで見ているとデオキシサイクル1では鋳型が G なのでデオキシの CTP が取り込まれた。 赤い傾向が見えたということでわかります。で、1延期だけ伸びたら、えー、2延期目は、保護器が外されるまで、えー、次の反応は起こりません、えー。次、サイクル2に移ります。サイクル1が終わった後、えー、保護器を外すという、えー、行為をして、2回目の合成反応。 サイクル2に移りますそうすると、E 型が C なので、えー、デオキシの GTP が取り込まれます。ということで、えー、カメラで見ていると、青い蛍光色素を持ったデオキシの GTP が取り込まれた。青い色が、えー、カメラで見ると観察された。ということから、えー、これが取り込まれたということがわかります。で、1塩期だけ長くなると、 えー、そこで反応は一旦ストップします。えー、次また保護器を外して合成、えー、の3サイクル目に入ります。そうするとカメラで見ると、えー、赤い傾向が見えたということからデオキシの CTP が入ったということが分かる。えー、次、えー、保護器を外して、えー、4サイクル目の、えー、DNA 合成反応に入ります。そうすると今度は黄色い傾向が見えたということで、えー、デオキシの ATP。 が、えー、取りりままれたんだなとということがかります、えー、と5サイクル目、えー、緑の傾向が見えたということで、デオキシの TTP が取り込まれたんだなということが分かります。というふうに、ガ型が、えー、こうですから、1番目に取り込まれたのは赤の C、えー、2番目に取り込まれたのがブルーの G、えー、3液目に取り込まれたのがガ、えー、型が G ですから、えー、赤の C。 4液目に取り込まれたのが鋳、e、型が T ですから、えー、黄色の A それから5液目に取り込まれたのが鋳、e、型が A ですから、えー、緑色の、えー、T というふうになります。というのでどの塩基がワンサイクルごと 1>, えー、1サイクルで1塩基伸長起こるんですがワンサイクルごとに、えー、どの塩基が取り込まれたかというのを、えー、ゲルにかけて電気エイドにかけて分離するのではなくてただカメラでその取り込まれた傾向の色を見てるということで、えー、判断することが、えー、できます、えー、先ほどお話したように一、えー、つのフローセルの 上には、えー、3000万から、えー、1億個の、えー、DNA が張り付いていてます、えー、この一つの PCR 産物に対してお話したように、えー、傾向を追っていくことによって、えー、何が取り組まれたかが分かるただ、えー、とカメラですから全体フローセルの全体を、えー、モニタリングすることができます この位置ではなどういう色が光ったのか、この位置ではどういう色が光ったのか、えー、この PCR 産物についてはどの、えー、色が光ったのか、何サイクル目でどの PCR 産物でどういう色が、えー、見えたかというのを、えー、モニタリングして、えー、追っていくということで、塩基配列がわ、えー、かります。ということで、 例えばフローセルの上に1億個の鋳型が付着している場合ワンサイクルごとに1億円規のデータが得られますサイクル目で1番目で何が光ったか1番目でここでは何が光ったかここでは何が光ったかとここのデータが取れますので、えー、フローセルの上に1億個 PCR 産物があれば、えー、1, 億1億個のデータが取れる とということになります。だから、えー、と並列的に、えー、非常にたくさん行われるので、たくさんのデータが取れるということになります。えー、とこれはえっ、ー、とイルミナという DNA シークエンサー、次世代シークエンサーを、えー、作っているメーカーの、えー、機械の例です。えー、機械によって、えー、読み取れる量が違うんですが、例えばハイセック2 5 0 0という機械と、 マイシック2500マイシックという機械がありますハイシック2500ですと1個のフローセルの上に60億円基の DNA 断片を付着させることができるとマイシックですと3400万の DNA 断片を付着させることができる、えー、ということですから、えー、できます。 でリード長が100塩基ということですからこのハイセックだとフローセルの上に60億塩基の DNA 産物が付着していて100回まで DNA 合成反応をさせることができるサイクル1からサイクル100ぐらいまでという100回のサイクルを回すことによって えー、延期を配列を決めることができるので、えー、100サイクル1サイクルで1延期ごと伸びてただし同時並列として1回のワンサイ1回の反応で60億塩基分決まります。ということで100塩基の配列が決まったものが、えー、60サンプルとすると60億延期サンプルに対して100塩基分、えー データを取ることができる100サイクルで100円基分60億円基る1 0 0ということで600ギガベースの円基配列をおよそ11日間で得ることができますギガというのはあのハードディスクで、えー、皆さんご存知だと思いますけれどもキロの上がメガですねっていうのでえっ、ー 10の9乗え十、ー、の9乗がギガということになります <laughs>、えー。マイセックだと、えー、1個のフローサルの上に大体3400万個ぐらいのサンプルを付着することができてサイクルとすると250回ぐらいサイクルを回すことができます。というので えー、全部でいうと300万サイクルに対して各サンプルで250円規分、えー、データを取ることができますので掛、えー、け算をするとおよそ6から7ギガベース分の、えー、データを得ることができます。ということでこれが大体39時間で決まる。だからそれぞれ1個のサンプルに対して得られる。 配列はハイセックの場合だと100塩基調が限界、マイセックの場合と250塩基対と言われる、えー、短い配列なんですが、同時並列で決まれる、えー、産物が非常にたくさん多いと。で、ヒトゲノムは、えー、30億塩基対なんですね。30億塩基対をギガを使って表すと3ギガベースペアーズということになります。というので、 ハイセックを使えば、えー、わずか、えー、39時間で、えー、人でいうと2人分の、えー、ゲノム配列を決めることができるということになります。えー、いわゆる3画法と次世代ではない普通のシークエンサーを使って、えー、10年間かかったものが、えー、次世代シークエンサーが、えー、開発されたおかげで、39時間で、 2人分決めることができるというふうに、えー、非常にハイスループと、えー、短時間で多くの結果が得られるというふうに、えー、技術革新がなされました、えー。こういうふうに大量のデータが得られるんですけれども、えー、100延期とか200延期という短い延期症のデータですのでヒト、えー、ゲノム全体を構築するためには えー、それをつなげていく必要があります、えー、初めにお話したようにゲノムは、えー、わざと、えー、ランダムに切断されました、えー、制限構想ではなくて、えー、超音波処理というふうなランダムに、えー、ゲノムを切るという行為をして、えー、それをシーケンスしましたのでいろんな場所で切れてますので オーバーバラップを持つような DNA 断片が、えー、たくさんできていますで。それの一部の配列が来るので、えー、それを並べると、えー、配列のオーバーラップ部分を、えー、並列的に多重配列を取っていけばこういうふうな最終的には1本の配列に、えー、としてデータを得ることができます。というので 非常に大量のデータをが得られますのであとはコンピューターを使ってその配列を組み合わせていく個々の配列のオーバーラップ部分を探して最終的に1個の配列に組み上げていくということをコンピューターの中でする必要がありますそういうふうなそのためのプログラムを書く ような、えー、分野というのが、えー、例えばバイオイオンフォマティクスと呼ばれます、えー、と非常に伝統的な生物学では、えー、コンピューターのプログラムを書くというふうな、えー、知識はあまり求められませんでした、えー、手作業のいろんな実験性格、えー、反応 研究での観察みたいなことが生物学の主な実験手法でしたが特に次世代のシークエンサーが作られてから大量に得られたデータをコンピューターを使って整理していくということは必須になりましたその分野は今ではバイオインフォーマティクス えー、生物情報学という分野として、えー、確立されています。えー、そ,ういうそういう分野では、えー、コンピューターのプログラミングができるということが、えー、非常に、えー、重要な知識になっています。えー、また次世代あのシーケンサーを用い,た、えー、用いてデータを取るというので、えー、先ほどは えー、ゲノム全体を、えー、決めることができるんですよというお話をしましたけれども、えー、っと次にト、えー、トランスクリプトム解析というののお話をします、えー、次,世代次世代シーケンサーを使えば、えー、ある組織ある細胞ではどのような遺伝子が、えー、どれくらい発現しているのかをいっぺんに網羅的に、えー、解析することができます。 えこういうふうな解析をトトランスクリプトームと言います例えばそのゲノムっていうのはゲノームというので遺伝子がたくさんあるオームっていうのはオームっていうのはたくさん集まってるという設備語ですだから遺伝子がたくさん集まってるのがゲノームでトランスクリプトトランスクリプトっていうのは転写物ですね要するにメッセンジャー RNA がたくさん集まった集団は トランスクリプトームと呼ばれます。というので、えー、トランスクリプトーム解析と言いますと、えー、ある組織で、えー、どのような遺伝子がどれくらい発現されているのかを全体を調べるというのが、トランスクリプトーム解析というふうに呼ばれます。えー、とこれについて簡単にお話をします、えー。まず細胞からメッセンジャー RNA を抽出していきます。 えー、それを逆転写酵素を使って、えー、CDNA 化します。えー、メッセンジャー RNA、RNA の配列を読むというのは、い、え、ま、ー、だに遺伝子工学では、えー、不得意です。えー、RNA よりは DNA の方が塩基、えー、配列を決めやすいという事情がありますから、まずこれを、えー、CDNA に変換してしまいます。えー、それを、この CDNA を次世代シークエンサーにかけることによって、 えー、どういう遺伝子がどう発現されていたか、どれくらいのメッセンジャー RNA がその細胞内にあったかというのを、えー、決めることができます、えー。遺伝子がその活発に転写されていれば当然、えー、メッセンジャー RNA 分子はたくさんできます。えー、ので、えー、メッセンジャー RNA を変換されてできた CDNA 分子もたくさん多い。で 次世代シークエンサーの特徴として、えー、と非常にたくさんの分子について配列を読むことができるというのがありますから、えー、たくさんの CDNA があればその CDNA は何回も同じ配列が、えー、次世代シークエンサーによって読まれてデータとして出てくるということになります。というので 得られた、えー、CDNA のの配列を、えー、ゲノムの上に貼り付けていきます。例えば、えー、短い100円期とか200円期の、えー、CDNA の配列があるんだけれども100円期とか200円期あれば、えー、それはどの遺伝子の産物かというのはわかりますすで、えー、に、えー、ゲノムが決められていてレファレンス配列といいますけども すで、えー、に塩基配列が決められたゲノム情報がコンピューターの中にあって、えー、ある生まれた CDNA 配列があるとそれはどの遺伝子の産物かというのが分かりますから得られた、えー、CDNA の配列、えー、1億個の,の CDNA あるいは2億個の CDNA の配列をそれぞれ、えー、ゲノムに配付けていくことによって例えば この遺伝子ですと、えー、たくさんの、えー、CDNA 配列が、えー、ここに貼り付いています。えー、隣の遺伝子にも CDNA は貼り付いていますけれども、個数とすると、この遺伝子に貼り付いた CDNA よりも、この遺伝子に貼り付いた CDNA の方が多い。遺伝子 A の産物として生まれた CDNA の回数は、遺伝子 B の産物である、えー、CDNA の産物より多いということから、 この細胞の中では遺伝子 A よりも遺伝子 B が活発に転写されているということが分かります。これが全ての遺伝子について一発でわかると、網羅的に解析することができる。で、そういうやり方、そういう解析をトランスクリプトーム解析と呼ばれます。 というのでその次世代シークエンサーは、えー、ゲノムを決めたりすべ、えー、ての遺伝子の、えー、転写レベルを、えー、比較したいというふうなことが、えー、できます。わりとその力技で、えー、網羅的にというのが、えー、次世代シークエンサーのおかげで、えー、可能になりました。 えー、ただし、えー、非常に大量のデータが得られますので、えー、そのデータを整理する、えー、技術プログラムを書く技術と知識というのが、えー、要求されるという分野が新たに、えー、生物学に、えー、加わって、えー、きました、えーっと。これで今日は、えー DNA シークエンスの決め方、えー、DNA シークエンスの決め方として2つをお話をしましたサンガー法という方法で決めるというのと、えー、大電機を使わない、えー、次世代シークエンサーを使って決めるという2つの、えー、方法をお話をしましたではこれで終わりたいと思います